国道5号は北海道函館市の函館駅前を起点に札幌市中央区の北一条橋を結ぶ北の主要国道です。実延長は 301.0km、現道は 282.6km で全国29位の長さです。国道5号は北海道内では4番目の長さです。まだ上があるなんてさすがでっかい道です。函館から内浦湾を横目におしゃまんべまで進み、 ニセコと洋蹄山の谷間を通って日本海側の小樽市、札幌市に至ります。国道5号の前身は1873年に完成した札幌本堂です。北海道開拓のために整備された重要な馬車道だったそう。函館から七重町にかけて赤松の並木が続いています。100年以上前に植えられましたが、状態が良く日本の道百選にも選ばれています。 函館から札幌まで国道5号で損破すると約6時間15分かかるようです。